今回はスナッチというエクササイズを紹介させていただきます。で、動きとしてはこのバーベルを下から持ち上げてきて一気に上まで加速してあげるという動きになります。ポイントとしてはこの股関節のところからトリプルエクステンションという表現をするんですけども、この3箇所足首と膝と股関節がこうしっかり伸びる状態を作ります。かつスピードを絶対落とさない。このエクササイズ自体は瞬発系のトレーニングなので、重りをこうつけすぎて全体の動きがこうニュアンとゆっくりにならないように、そこを気をつけてください。実際にやってみます。しっかり胸を張ります。その状態から一気に上げます。で、ここで体幹をコントロールしてオーバーヘッドの状態で潰れないでグッとしっかり上げます。もう一度やってみます。胸を張って股関節骨盤負けないようにまっすぐ保った状態から体幹オーバーヘッドのポジションで負けない。絶対にここが遅くならないように意識してやってみてください。以上になります。